今回の動画はこちらでございます。スチールファイバーシリーズ、世界のですね、女子ツアー LPGA ツアーの、世界トップ5のうち4人がこのスチールファイバーシリーズを使っているということで、今日は非常に私も楽しみにしております。でですね、毎回毎回私がですね一人でこうやらせていただくのが非常にむさ苦しいということで、そうですね、花が欲しいということで今回はスペシャルゲストに来ていただいてます。どうぞよろしくお願いします。はい、花屋さん。女子ですよ、女子です。伸びた薄井玲香プロでございます。よろしくお願いします。今日はこのスチールファイバーにちょっと興味が、はい、薄井玲香プロもあるということで、2人で今日は打ちながらインプレッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは薄井プロに、はい、スチールファイバー i シリーズの70の R から打っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。華やかです。はい、ナイスです。ありがとうございます。ちょっとボールが低いっていうのを最近お悩みで聞いてますが、はい、ちょっと今回ボールがいい感じの高さに上がってる感じが、そうですね、ありますね。振った感じどうでした？捕まらなすぎ、ほうほうほう、っていうことは左を気にせずに振っていける。そうですね。だから逆に言うとちょっと捕まっちゃう人は i シリーズを打つと捕まりが収まるという感じですかね。うんうん、はい、じゃあこれでちょっと、フレックスじゃなく重量を上げてちょっと打っていただきたいと思います。はい、はいはい、続きまして、はい、スチールファイバーの、i80 の R です。はい、こちらを打っていただきたいと思います。はい、あ、こっちの方が私好きかもしれない。お、さっきよりは。さっきよりは、はい、はい、もうちょっとじゃあ嬉しそうな顔してもう一回お願いします。はい、まあ重量体的にもいつもアイアンって 80g のシャフトですもんね。はい、そうですね。まあ、なので 80g になった方がちょっと振りやすい感じが出たと。ただやっぱりボールはちょっと捕まりが収まるというイメージでよろしいですか？はい、いつもよりもやっぱちょっと捕まらない。捕まらないです。はい、わかりました、ありがとうございます。はいはい、はい、いつもないです、すいません。スチールファイバー i シリーズの 95R、はい、こちらは吉田が打っていきたいと思います。バックルした感じはちょっとこう全体がしなる感じです。カーボンスチールの複合なんですけど、ちょっとスチールっぽい要素があるかなって感じですね。いきます。25X を使わせてもらってて、まあ、95でもその125と、振り感が全然違うかというと、振り味は基本的にはそんなに大きく変わらないです。全体がしなっていく、調子なんですけど、軽量体の方が、中調子系でだん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 こう手元に寄ってくるという、まあ、シャフトのしなり方
になります。なので125とかになるとちょっと手元側にしなるポイントが寄ってくるんですけれども、振り感はそこまで大きく変わらず、ちょっと捕まり感が収まるというシャフトでございます。はい、じゃあこれの重量を上げて打っていきたいと思います。はい、続きましてスチールファイバーIシリーズの 110g、 ここからはメスシャフトになります。こちらを打っていきたいと思います。この辺から手元の緩さが来るんで、ちょっと今の感じだと振り遅れるかもしれない。ちょっと待っておきます。あ、そうでした。ごめんなさい。ミスです。ナイス。ありがとうございます。はい、スチールファイバーIシリーズの 110g でシャフト打ってみました。やっぱり95よりも若干こう手元側にしなるポイントが寄ってくるので、さっきの R よりももうちょっとこうシャフトがアーフェダウンで来ない感じが出ます。なので、1球目振り遅れて2球目ちょっと待ちすぎて引っかかっちゃったという状態になったんですが、引っかかりが、収まる普段通りに振っていただければ、捕まり感が収まるかなという感じのシャフトです。で、先端剛性がすごいしっかりしていて、非常にこう振っていった時のいい意味でタイムラグがあるシャフトかなと。で、カーボンっぽい途中からバンって持ってくる感じではなくて、スチールっぽく滑らかに戻ってくるんだけど、非常に打感が柔らかく、なおかつ、手に来る衝撃もちょっと少なくなるという、まあ、スチールとカーボンのいいとこ取りをしたシャフトだなというのが、この辺から特によく分かるような感じに僕は感じます。はい、続きまして 125g のシャフト、こちらを打っていきたいと思います。後半の部分の吉田さんはもう振りやすい感じですね。タイムラグもこうすごいゆっくり感じる、重さもあるのですごく自然に降りてきますね。いきます。タイミング取りやすい。そしてやっぱりスチールとカーボンのいいところなんですけど、若干飛ぶっていうのがやっぱりいいですね。ちょっと薄い。でもしっかり飛んでくれる。もう110に、まあ110をちょっと重量重くしましたというのがこの125で、ちょっとこう切り返しで間が欲しいな、ちょっと時間があって欲しいなっていう人はこの重たいモデルを選んでもらう、切り返しがちょっと早い方がいいな、ここでもたつかれると嫌だなっていう方は 110g を選ぶという選び方でいいのかもしれませんね。はい、非常にこうスチールっぽいしなり方をしてくれるのがこのIシリーズの良さかなと。なのでスチールシャフトを使って、普段はスチールシャフトを使ってるんだけど、怪我が多かったりとか、まあ、よく言うテニス肘、まあ、ゴルフ肘っていうも言うんですけれども、で、まあ、ちょっとゴルフ練習する量が減ってしまうとかっていう方なんかは、私もそうだったんですけど、この、スチールファイバーのIシリーズにしてからは、肘が痛いとかっていうこともないですし、腰痛もあるんですけど、腰痛もすごく楽になりました。なので通常はスチールシャフトの方が、自然とカーボンシャフトの方に移行できやすいシャフトになるんじゃないかなというふうに思います。カーボンシャフトへの移行を考えている方はこのIシリーズから入っていただくのが一番入りやすいのかなというふうに思います。待って書いてあるから松清かなと思いながら、これ町の看板これになります、これから。もうなってるとこあるとね、あ、そうなんだ、うん、でももうレイチェルそれつけて試合出るんだもんね。3月から、ま、松木さん、松木さんアピールしますね